別れた恋人を悪く言う奴は大体あそこ臭い。いや、偏見じゃん。これ偏見ちゃうで。え、どうですか？もう法則があんねん。数学は何で解いてきた？計算。違う。方程式があっただろ。だからそれにもう当てはまってんの。大体、別れたカップル、悪口を言う。これは、ゼロになります。お互い言い合ってますから。ってことは別れるべきだったんですよ。で、悪口を言わない。この男女の場合もゼロです。だってそこに何のわだかまりもないですから。でもこれがもし片方が悪口を言う、片方が悪口を言ってない場合、こいつの中に一回まあ入れた、あるいは入ったという事実あるわけですから、ここに入ったこの怨念が発酵します。それで匂う。チーズになるんだ。そう。もうなんか呪術みたいな。いや、本当に。そんなことある？もう本当にします、これは。だからもうこうやってやってください。相手のマンコは。どうもどうぞ、プラビットやったぞ。あれ人と。ということで今回は。意味が分かるとこういう話。もう忘れましたね、何回かは。確かに。やっと忘れました。はい、久々ですよ。どんぐらいですかね。もう14、15。うん。もう子供だったら中学生。まあ、久々ということで。ありがとうございます。やっていきたいと思います。一つ目。警官。近頃の警官は何やってるんだろうね。先週、職場の近くで殺人事件があったんだよ。若い女をアイスピックでメット刺し。しかも、普通のアイスピックじゃない。業務用の3ボンバーのやつだぜ。怖えだろ。ちょちょすぎちゃう。小さな町だから、どこ行ってもその話で持ちきりだよ。マスコミもかなり大きく取り上げてる。めったにない大ニュースだから無理もないけど、恐怖を煽るだけ煽って無責任なもんだ。うちのばあちゃんなんか、かわいそうなくらい怯えちゃって、毎日何時間も仏壇の前で手を合わせてる。なのに、警官と来たら、まだ凶器すら判明できてないんだよ。めちゃくちゃ簡単。これ簡単でしたね。鬼簡単。これ、何の話？それを話したのよ、今。時間かけて。やめてよ。何の話じゃない。これもう、首だろ。YouTube 出る仕掛けねえよ。これは簡単ですが、代わりに僕が説明したいと思います。警察がなぜ凶器すら判明できないのに、それが業務用の3本針のアイスピックと分かったのか、なぜなら、その片手に今のね、本人が犯人だから。杉ちゃんが犯人だった。そうそうそう。あ、すごい。正解です。これ簡単でした。これは簡単ですね。問題よく聞けば分かります。そう。だからなんかだんだん怪しいポイントが分かってきたね。ああ、なるほど。ここをちゃんと、はい。キープしとこうみたいな。まあでもこれがやっぱシンプルな意味法はというか。そう。これが大本命ですから。そう。これぐらいシンプルでいいですよ。そう。続いていきます。麻酔。歯医者に行って麻酔を打ってもらった。麻酔が切れるまで何も食べてはいけないと言われた。飲みに誘われて焼肉に行ったが、自分一人だけ食べないのはいささか惨めだ。一枚だけ食べてみた。なんともなかった。もう大丈夫だろうと思い、そのまま食べ続けた。その中でどうしても噛み切れないのがあった。怖いでしょ、これ結構。怖いです。あー、これ二択、俺。はい。唇かほっぺ。か舌。あー、なるほど。あ、三択か。が悪いってこと。いや、麻痺してて、それ噛んでるの気づいてない。自分の舌食っちゃって。噛み切れない。肉じゃないの。自分のってこと。そう。麻痺してるから。あー、それだ。ずる切れないよ、どうすな、お前。ずるいや、正解です。嘘。ありがとう。お前が切れてる。答えいきます。はい。まあ、正解ですね。うん。自分の舌を噛み切ってしまった。はい。だもう完全に噛み切った状態で舌を口の中で転がしてると。でもさ、うん、血の味はするでしょ、いくら麻酔。舌で味覚がなくなる。いや、鼻あるよな。鼻はあるけど、まあ、焼肉のタレと一緒に食ってるから。タレってそんなに濃いラストいきます。はい。私の赤ちゃんじゃない。ある産婦人科で赤ん坊が生まれた。その夜、看護婦が赤ん坊の様子を見てみると、なんと赤ん坊は死んでいた。病院は事実を隠蔽するため、すぐに身寄りのない赤ん坊を身代わりに用意した。出産の時、母親は意識がなく、自分が産んだ赤ん坊をまだ見ていない。そして、見た目がうり二つな赤ん坊を選んだため、見破られることはないはずだった。次の日、母親は赤ん坊と対面するなり、鬼の形相で叫んだ。こいつは私の赤ちゃんじゃない。むずい。俺は産んだ母親側がちょっと悪いのかなって思った。ほうほう。どう悪いですか？いや、自分で殺したかった。死んでんの分かってた。なるほど。生きてるはずがないって。自分のことが分かってたから。あー、だから自分の子じゃない。だって生きてるわけないって気づいてたから。なるほど。出ちゃったな、それが。とかなのかなって。はいはい、ステミタックルしたのかな、赤ちゃんに。ステモンやってねえ。ステミタックル。だから、赤ちゃん生まれて殺したいから、はい、赤ちゃんの顔に。やって自分もこうやってるいやいや気づくやろ医者が意味わかんなくて怖いやつじ
じゃあ答えいきます、はい、正解母親がお前じゃねえかなんでこっち見れんのなんで自分だと思うお前のわけないじゃない考えろびっくりしたの達也くんが正解です、うん、母親が赤ちゃんを殺しただから死んでたんじゃん、うん、いやんまあ、何かの理由で殺したんでしょうね。あ、そう、あ、違う。俺ちょっと違うやん。ってことは。産んで、はい、産みました。その時赤ちゃん生きてます。うん、で、意識取り戻してから、うん、お母さんが殺したんだ。そう。そういうことだ。病院がそれを見てないから、あ、そういうことは。誰が殺したか分かんないから。そうそうそう。病院の側、そう、病院が自分たちのせいで死んじゃったと思ったわけよ。まさかお母さんが殺してるって思わなかったって話か。あー、そっちか、はい。ちょっと違ったな。悔しいね、これ。悔しいな。ちょっと浅めだね、でも。お前が言うなんでお前が言うお前、水ないからだ。浅いからね。そもそも、そもそも選択肢以上になります。あらしゃ、はい。なんかちょっと。うん、ちょっとな。いや、なんか弱らってる気がするな。あ、なるほど。もっとちょっと、研ぎ澄まされてたのが。はいはいはい、意味分かった時に、ゾワーってするやつやりたいの。その、進撃猫人みたいな。今ちょっと、伏線をね。伏線回収したところで、はいはい、満足できてないもん、こっちが。いや、でも、問題聞いてないから。伏線回収も何もないんですよ、うん、そう考えるとお前進撃もちゃんと見れてないかもよ。いや、それはない、それはないそれはないそこのプライドはすごいそれはない作者ぐらいプライドあるやん。作者ぐらいプライドあるから俺マジで続きかけるもん。俺進撃の書くな書くな一緒に、はい、イミコアがやりたいと。そうなんですよ、うん、いやあのツッコミのスピードほんと半端ないですよね。あれ本人に向けてるのかなと思いました。そういうのじゃない天才